この本は10年間で看護の国際化あるいはグローバル化というのは進んだでしょうか10年前の学生は開発途上国への支援活動だとか英語ができないから私には関係ないということがありました。 しかし今では実習で外国から来た方を受け持ったとか楽しそうに話してくれるようになりましたつまり看護の対象は日本人だけではなく人間であるということが理解されるようになり教育の中でも定着してきたんだなとこの変化を嬉しく思っています本の内容は 国際的な視野を広げることから第一章でスタートし異文化の理解など食習慣や宗教などの違いについての知識を学ぶことができますさらに国連や国際機関 SDGs なども取り上げています第二章では現場で何が起きているのか健康格差紛争と難民災害などに焦点を当てています 世界の現実を他人事ではなく自分のこととして捉えられるようにコラムとか考えてみましょうのコーナーもありますおすすめの映画も紹介しています第3章は国際活動をしたいと考えている学生の将来のキャリア選択の参考として読んでもらえます 最後の第4章はこれからの私たちの選択「看護の力を信じて」と名付けており看護の倫理性について深く考えてもらえる内容です。 さて2018年の第2版から教員が国際看護を教える場合の参考としてタイトルごとに概要と目標キーワードを入れましたこれは調べ作成でとても役立つと思っていますこの本のタイトルは知って考えて実践する国際看護です この本で学んで看護職がグローバル人材として日本でもそして世界でも活躍できることを願っています。